このイベントは地元の新聞会社のサンフランシスコクロニクルという新聞会社によって主催されているんですけれども、サンフランシスコオペラの協力を得て無料コンサートを行っているということなんです。で、今までは毎年秋に1回やってたんですけれども、ここ2年間コロナでキャンセルになっていましたので、久しぶりということでたくさんの人たちが訪れています。今からプログラムをもらいに行きたいと思います。楽しみです。自分はサンフランシスコに来て初めてオペラに行くようになったんですけれども、コロナが流行ってからはもう立ち見席がなくなってしまったんですけれども、コロナが流行る前は立ち見席で20ドルのチケットでよくオペラを見てたんです。結構その立ち見席ってオペラにすごい詳しいマニアの人たちが多かったので、とっても勉強になりました。
Thank you. Can I have selfie video? Yeah. Just a little bit. Yes. Oh, thank you very much. Yum. That was wonderful. I actually cried. Me too. Actually, when my friend was singing, we were singing Somewhere Over the Rainbow melody. I was like, oh, yes. She couldn't keep it together. Thank you very much. Thank you. 今2時間半のイベントが終わりました。とっても良かったです。 Over the Rainbow という虹の彼方にっていう曲はもう本当に感動してしまって、ちょっとピリピリっと泣いてしまいました。で、来年の6月なんですけれども、サンフランシスコオペラはマダムバタフライ蝶々夫人をやる予定で、演出が宮本亞門さんの演出になってますので、もし6月にサンフランシスコに来る予定の方がいらっしゃいましたら、ぜひオペラのスケジュールに合わせて来てみてください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではさようなら。